こちらのギアレートのダンパーが壊れてしまったようなので、これを交換してみたいと思います。怖い、危ない危ない。はい、状態を見ようとして、一番ちょっと厄介だったのはこの扉をどうやって固定するかというのがもうむちゃくちゃ難しかったです。脚立で押さえたんですが、もしも取れたりしたら大変ということで、しかもちょっと高さも合わなかったので、家にあったこのような家具のいらなくなったようなもの、それに段ボールを引いて傷がつかないようにしたもの、もしこれが外れてもこの脚立が受けになるという風に設置しました。これでなんとか交換できるのではないかと思います。はい、次に、こちらどのような仕組みかを見ていきましょう。このように2つのネジで止まってるだけですね。はい、こちらも、2つのネジです。これならまあ簡単に交換できるかなと思います。何ミリですかね。まあちょっとやっていきましょう。はい、ネジなんですけど、こちらの12ミリがちょうどだということが分かりましたので、こちらで回してみましょう。よいしょ。ちょっと無理かな。はい、はい、また終わった。よし。はい、楽勝ですね。ました。スパーク。はい、万が一を考えて1本だけ今外しました。はい、で今回買った部品なんですけど、もう届けましたので開封していきます。お、同じ。ほぼ同じですね。こちらに R と L って書いてあります。右側、左側。今は左側を取ったので、こちらの左側からつけていこうと思います。あ、硬い。全然ダメですね。はい、部品にはネジがついていませんので、既存のネジを使います。もっと上に上げなくちゃいけない。もっと上げると押さえてもらわないかんね。自分で上げられないし、ああ、なんとか片方だけ止めるか。もう少しギュッと上げなくちゃいけないのでできないんですけど、片方だけ仮止めして、もっと上げようと思います。ちょっとなんとか片方だけ止めて、で後で押さえながらギュッとやります。うわっ、大丈夫ね。こちら右ダンパー。ちょっとここのネジが曲がってしまったんですけど、これ最後の最後に合わせるときに、この穴がどうしても合わなくて、ここをさらにギュッと押し上げる必要があったんですよ。それを私、ギュッと押しながら、うちのおばあちゃんに、無理やりちょっと入れてもらって、やっとこそ合わせることができました。この作業の大変なところは、この跳ね上がっていないドアを、どうやって跳ね上がらせた状態で止まらせるかということが一番難しいようです。それができれば、ネジ4つを交換するだけですので、作業自体はとっても簡単に終わります。片方が全く動かないんですよ。で、もう片方、こちらがスカスカなんですね。ということは、こちら、左側の方のガスがダメになって、こちらは全く大丈夫なのに、ダメだったようです。はい、これで無事交換が終わりました。